どうしました？殺せず、なんだかんだ言っても浅野はすごいやつだよ。俺、とても及ばないんじゃ。彼のようにね。どうしよう、俺のせいでみんなが痛めつけられたら。でもね、社会において一人のず、もし君がピンチに陥ったなら、皆がそれを共有して戦ってくれる。それは君の人徳です。先生もね。歩きで行くぞ。続いてはエキシビション。なんと E 組が A 組に挑戦状を叩きつけてきたぞ。負けるな。留学生の皆さんが参加されます。浅野のやつ、念を入れすぎだろ。そこまでして勝ちたいか。防御を捨てて攻めるしかない。攻めてきたところをこの鉄壁の布陣で飲み込んで潰していく。おい、ビビったか。さあ、戦争スタートだ。攻めてこい、浅野。誘い出そうというわけか。甘いな。全員を確実に潰すことだ。どうきた。無抵抗でやられっかよ。やばいよ、コロ先生。どんなに固まっても一人ずつ吹っ飛ばされたら意味ないよ。 Why don't you fight instead of defend? Bring it on! 今だ、みんな作戦作戦。棒を凶器に使うななんてルールはないからよ。 Get off of me! 逃がさねえ。巧みな防御だ。だが真ん中に隙がある。攻めるなら敵戦力が分散してきた今しかない。よし、出るぞ。攻撃に戻る。あ、攻撃はフェイクかよ。まるで爪将棋だ。守備陣があれほど完璧に抑えたのに。彼らが負傷するのは防衛省としても避けたいぞ。ねえ大丈夫ですよ。社会科の勉強がてら助言しました。道なき道を進軍して、敵が警戒していない場所に突如戦場を出現させ、防御を工夫し秘密兵器を投入する。おお、 E 組のやつら囲まれた囲まれた。さあ、リンチタイムだ。おい、敵上は大パニック。 There are no rules about boundaries. Come onThe whole school is a battlefield. 何してる？早く動きを。いるのは赤羽、木村、磯貝の3人には特に注意しろ。磯貝優馬、 E 組がこのまま負けらせるか、クラス全員を道連れにするか、選ぶのは君だ。 E 組リーダー磯貝、そろそろじゃね。いつの間にか E 組の2人がどこから湧いた。受け身は嫌ってほど習ってっからね。客席まで飛ぶ演技だけが苦労したぜ。そうか、全員の注意が乱闘に向いた隙に、負傷退場のふりをして別動隊となった二人が外から忍び寄った。そのどうよ、浅野。どんだけ人数差があろうがここに登っちまえば。蹴り落とされる覚悟はできているんだろうね。あのラスボス感、やっぱり理事長の息子。決定づける強いリーダー、彼が指揮を取る限り A 組は負けない。磯貝君はそういうリーダーにはなれないでしょう。カナリスト応援。ちょっと待て、あいつら守備部隊だろ。ってことは A 組の守備は2人だけ。どうやって抑えてるんだ、あれ。さすがに2人で抑えるのはちょっと無理だ。 But you guys can't do anything without orders, can you? Maybe he still has an ace. 指示が出せない。 A 組も防御の体制が整ってきた。ここさえ耐えきれれば E 組に打つ手はもうないはず。今だ。負ける。E 組の勝ったー。キャー、かっこいい。うちの子たちかっこいい。目線お願いします。いやー。